先月、道に迷っていた高齢の女性を保護したとして、河北町の60歳の男性に感謝状が贈られました。保護した当時の状況について男性に聞くと、声をかける勇気の大切さが見えてきました。寒河江警察署で感謝状が贈られたのは、河北町谷地の牧隆典さんです。牧さんは、 先月2日の午前9時50分ごろ、河北町の自宅の前をおぼつかない様子で歩いていた70代の女性を発見し声をかけましたとぼとぼこうこつ強いつきながら歩かれてたと思います声をかけたきっかけは女性の様子に違和感があったことでした晴れてたのにまあ傘を杖代わりにしてたのとあとは 大きな荷物、デイバッグですかね、背負っていたので、あれ、ちょっとどうしたのかなと、違和感を覚えました。女性は近所で見かけない顔で、住所もはっきりと答えられなかったため、車で近くの交番まで送り、その後、無事に家族へ引き渡されました。最初、声かけるとはちょっと 勇気といいますか、躊躇はしたんですが、何もなければまあそれでいいかなと思いましたので、はい。佐賀書では今回のような事案が事件や事故につながる可能性もあるとして、牧さんの迅速な対応をたたえていました。勇気を持ってですね、一言声をかけていただいたということがすべて、迷ったらですね、とりあえず声をかけていただく。 これはいいいんじゃないかなかと人助けになって、えまあ、内心ほっとしておりましたけど、大変光栄に思っております、え今後も積極的にですね、地域協力していければと思います。